ここまでいろんなところで戦ってたものが収束してくるの、うん、っていう次のショーが始まりそうな感じがしますね。ドラゴンボールが Z になるぐらいの、そう、はい、神回です。対戦相手に物を言いたい。何ですか。AW NOW のお時間でございます。今回はですね、ご覧のように私 AWT シャツじゃなくて、ありがとうございます、いいですね、されたばかりの L デスペラード T シャツを着させていただいております。マンダラケさんです。はい、マンダラケで、もちろん自分で買いました。そういうことです。すごくプリントがいいですね。ぶったまげますよ、これ。蛍光って、すごいいい色ですよね、うん、めちゃめちゃ発色が良くて、白に白なのにちゃんと、そうなんですよ、本当だ、そう、はい、で、線が細いの、よくこんな出るなんて、繊細。ぜひ皆様もお買い求めください。はい、ぜひぜひ。ということで、まあ、今回なんですが、はい、AW の方はですね、カナダのウィニペグで開催されております。もう前回のね、ダイナマイトランページでも散々盛り上げてましたが、ケニー・オメガ選手とクリス・チェリコ選手の地元でございます。ものすごい湧いてましたね。またその出身者2人がやばいレベルのレスラーってのはすごいですね。スーパースター2人なんで、でさらには、まあ、今回タイトルマッチなので、すごい盛り上がりを見せるんですが、それは本当必見なんですけど、うん、今回のダイナマイト、なんと4試合しかないんです。あ、いやすごかったですね。そうですね、はい、オープニングがもうすごかったですよね。別に4試合しかないからボリュームが少ないとかじゃなくて、そういうことなんです。むしろもう盛りだくさんでした。もう最初からお腹いっぱいで試合が始まる感じですもんね。はい、今回のダイナマイトほどなんか具だくさんというイメージはちょっと最近、ここ最近はないぐらいの内容 で、 でした、ねね、デスペラード選手、特にオープニング、いや、あの空気感はすごかったですね、うん、まあ細かくはやっぱ見てもらって、いろいろ感じてもらいたいんですけど、個人的に本当に気になったのが、はい、あれなんて言ったっけ、はい、どれですか、バルミツバー、ああバルミツバー、あの儀式ですね、はい、バルミツバーって本当にあんなことすんの。確かになんか私も初めて見ましたけれども、はい、13歳を祝うものですよね、はい、で、あの放送中に、うん、もう本当にいろんなことがあったんで説明しきれなかったんですけど、うん、マックスマニア、あ、すごい、あの MGF 選手がツイッターに上げられていた写真、ご覧になりました？見ました見ました見ました、すごいですよね、あれなんか何あれ、13歳のお誕生日ってこんなやばいのっていう。いや、あれはどう見てもあのもうだってマクスウェルさんのですね、はい、お家が裕福だというか、絶対そうだって、どういうことって思いましたよ、ね、個人のパーティーのレベルじゃないですよ。なんかグッズ作っちゃってましたよ、だって、ええ、マックスマニアの、うん、そう、マックスマニアのパネルとか作って、はい、ありました。相当 MJF はボンボンですね。ですよね、育ちがいい割に口がめちゃめちゃ悪いですね、うん、なのでね、ちょっと今回はね、なぜ4試合なのかっていうのをですね、もう見ればダイナマイト、ああ、あと試合少ねえなーで終わらないっすよね、終わらないっすよ、この絶対に AW の歴史というか、これまでの、うんうん、そうですね、この新日本プロレスワールドで AW 配信やる前からもうご自身で見てましたよ、旗揚げから見てましたよっていう人にはもうたまんない回に、うん、ね、はい、だってデスペラード選手もね、実はこの AW 配信やる前は全然知らなかったけど、全然、全然、はい、けどそれでもいかにやばいか分かるって感じ。いや、もう本当に、あ、ここでここまでいろんなところで戦ってたものが収束してくるのっていう、うん、あれはやばかったですね。なんか次のショーが始まりそうな感じがしますね。ドラゴンボールが Z になるぐらいの、そう、放送で言えば、はい、あれはありましたよ。こっからちょっとね、見逃せないですね。どうなるんでしょう、だって、はい、うん、いや、どうなっていくんですかね、どうなるんでしょう、本当にたまんないですね、はい、楽しみですね。ランページ、はい、じゃあランページ何があるかって言ったら、もうお待たせいたしました、アンジェロパーカーマットメナードファンの皆さん、うん、神回です。僕はですね、対戦相手に物を言いたい。あ、お、お、お、何ですか、何ですか、やるならちゃんとやれよっていう。知らんすぎだろ、まあね、そうですね、あの日本でもやっぱりあのボリウッドっていうのは、はい、もう大人気で、はいはいはい、
結構あの濃いファンもいらっしゃって、ね、楽しいですよね、はい、私も結構好きで見ますけれども、そうですか、期待しちゃうじゃないですか、はい、なんかどんなダンスを見せてくれるのかなとか、はい、その目で判断してますまあまあでもね、ほらあの放送中も説明しましたが、はい、まあ、あの元 WWE ということで、はいはい、あの実績は十分なんですが、はい、あの実績は、はい、ね、リング上の実績はね、はい、十分なんですが、あのボリュッドファイターとしての実績は、はい、まあ疑問符をつけざるを得ないということなので、はい、これから伸びしろというか、はい、元井さんこんな優しい顔してますよねもっと勉強してこいと思ってました。言ってないじゃないダークで見て気になってたんですよ、はい、なんだこのボーイズはと思ってで今回ランページデビューをされて、お前らボリュッド作品もっと見てこいって怒ってましたよね気に言う思ってないです、名乗るなら私はない、ということで皆さんね、合わせてランページも楽しんでいただけたらなと思っております。